レオ十世発行の食油場、レオ十世による食油場では、1515 15年にローマ教皇レオ十世の名のもとに売り出された食油場について解説する。この食油場は、イタリアの聖ピエトロ大聖堂の建設費を集めるという名目で、ドイツにて売りに出されたもので、実際の発行者はドイツ宗教会の最高位である、マインツ大司教、販売の実務を担うのは、 ドミニコ修道会だった。一般には、この職友情に対して、ザクセン選定校領の神学者、マルティン・ルターが1517年に異議を唱えたことが、宗教改革の端緒だったとされている。職友情を売るドミニコ会修道してツェルに群がる、民衆1517年に、ルターが95課条の論題を白教会の門に貼り出したことで、宗教改革が始まった、とされている。 職友情は第一回十字軍の頃から大々的に出回るようになったとされている。はじめのうちは十字軍が召集されるたびに職友情が発行されていて戦場で敵を殺す罪を犯してもその罰は免ぜられるという性格のものだった。十字軍が下火になった後は100年に一度、50年に一度と限定的に発行されていたが、 次第に安易な集金手段として乱発されるようになっていった。1513年にローマ教皇に就任したレオ十世はもともとイタリアの豪商メディチ家の出身で、日々王校のような贅沢な暮らしを求め、その費用としてドイツの豪商フッカー家に巨額の借金をするようになった。また、1514年にドイツの最高聖職くらいである。 マインツ大司教に助任されたアルブレヒトも、その聖職位を得るための工作資金として、フックアケから多額の借り入れを行った。フックアケはこれらの貸し付けを回収するため、ローマ教皇とマインツ大司教は借金返済のため、三者の協力により、聖ピエトロ大制度の再建費用の名目で、職有状を発行し、その売上で借金を返済することを計画した。 この職友場の販売実務に当たったのは、タクハ発修道会の一つ、ドミニコ修道会で、中でも、テッセルという修道士が、凄腕の販売人として歴史に名を残している。彼らは、買うだけでありとあらゆる罪から免れる、との歌い文句で、ドイツ中でこの職友場を売り歩いた、とされている。この歌い文句を聞いた、ビッテンベルクの進学者、 マルティン・ルターはドミニコ修道会への批判を開始し、1517年秋に95箇条の論題を張り出した。一般的にはこれが宗教改革の端緒になったとされている。正確にはルターが批判したのはありとあらゆる罪を免れることができるという主張に対してであり、伝統的な職有の教理に従えば罰が一定程度減免されるだけに止まるはずだ。 ということを論じようとしただけに過ぎなかった。ルター自身は、この職友情が、マインツ大司教とローマ教皇の借金返済のための、ものであることは全く知らなかった。だからルターは、大司教と教皇は善良だが世間知らずのために悪い、部下に欺かれているのだ、と考えていた。しかし、ルターの意図に反し、ルターが職友情を批判した。 ルターが教皇を批判したと言って騒ぎが大きくなっていった。ローマ教会が最初に職友状を発行したのは第一回十字軍の時だったとされている。教会は聖地解放の従軍者を集めるため、この戦いに加わった兵士には特別なメリットがあると言って職友状を発行した。間もなく女性や高齢者、病人など自分が直接従軍できないものでも、 軍費を負担するならば、同じような職有が得られるということになった。こうした、職有上の売り上げは、教皇の在庫に集められ、十字軍が実施されるときに、そこからの支出が認められていた。十字軍が下火になった後は、100年に一度のヨベルの年にだけ発行が認められることになった。これが当たると、ヨベルの年は50年に一度ということになり、そのうち、 キリストの生涯と同じ33年に一度になり、さらに、普通の人間はキリストより弱いのだからといって25年に一度になり、どんどん間隔が短くなっていった。1476年にシクストゥス4世が売りに出して、以降、職友情は安易な集金手段として頻繁に発行されるようになった。もともと職友情による効果というのは、かなり限定的なものだった。 日本語文献では、職友情を免罪符と表現することもあるが、カトリックの本来の教理には免罪符は存在しない。免じられるのは罰であり、罪がなかったことになるわけではない。職友情によって許しが得られるのは、あくまでも教会が信徒に課す罰の範囲に限られていた。カトリックの教理に従うと、人は誰しもが現世で生きていくことによって罪を犯す。 その罪に対して、神による永遠の罰が与えられる。しかしこれに対して、改春の秘跡が行われる。すなわち、聖職者に対して、国会を行い懺悔する。すると神の現世での代理者である聖職者を通じて、神の恩寵が与えられ、罪が赦免される。帰結として、受けるはずだった神の永遠の罰が回避される。ただしこの、赦免の範囲はあくまでも神の罰についてであり、 地上における現世での罪の結果が消えるわけではない。そして国会さえすれば何でも許されるようだと人は平気でいくらでも罪を重ねるようになるかもしれない。そのためこの罪の許しを授ける代償として、教会は信徒へ罰に相当する償いの行為を課す。罰は具体的には深い祈り、いたくりのようなものから巡礼、断食、 寄付などの経験な現世的な善行の形を取るものまで様々であった。これらの罰は現世における犯罪の被害者に対する弁償や保障という性格も備えており、社会を維持する役割も担っていた。そのため、国会とそれに対する罰の内容は、通常は告白者と聖職者の間だけの秘密だったが、犯罪行為によって、 損害を受けた被害者に対する賠償が伴う場合には公開されることもあった。例を挙げると、教皇の命に従って、ヘースティングズの戦いに加わった騎士は、戦いの後に国会を行い、そこで戦場で殺した敵一人につき十年の罰を与えられた。もしも存命中にこの罰を償いきれずに死んだ場合、死後煉獄に落ちる。人は煉獄で炎に焼かれながら、 残った罰を生産して浄化されてからでないと天国へ入る資格は得られない。しかし15世紀に入る頃には煉獄に行かずに済むような人物など実際にはほとんどいないようになった。しかもペストに代表されるように当時の人々はいつ死んでもおかしくないような日常を生きており突然の死とその後に来る長い煉獄の苦しみは当時の人々の恐怖の対象だった。 人々は、教会から与えられ、蓄積された、罰を、巡礼や寄付などを通じて少しずつ償っていく。当初の職友上の功能とは、この教会が課す、罰を、7年のような一定部分だけ免除する、というものだった。この職友の効果は、どこから来ているかというと、過去の成人が積み重ねた孤独が厳選である。彼らは死ぬまでの間に、自分自身の、 罰の総和を上回る善行を行ったので、償いが余剰しており、教皇はその余剰を管理して分け与えるのである。職友上の効力は、そのうちにその対象や範囲が拡大されていった。例えば、断食の免除や、所有者が不明な財産を取得する許可なども出されるようになり、職友上を束で買うようなものも現れるようになった。シクストゥス四世は、教皇が司る。 現世の中には、煉獄も含まれるのだという解釈を示し、すでに死んでしまった者が煉獄で支払い続けている、教会の罰を減らすという職友状を発行した。レオ十世が売りに出したのは、ありとあらゆる罪がすべて許されるというものだった。本来は、罪と罰は別のものであり、職友状は、教会の罰を現じるだけというのが脅威であったが、多くの民衆は、 こうした詳しい教理は理解していなかった。また、後にルターによる問題提起で明らかになっていくのだが、教皇を筆頭に、聖職者の多くも、職友上販売の実務は知っていても、職友に関する教理はよくわかっていなかった。こうした職友上を疑問視する声は昔からあった。そうした批判者の中で特に有力だったものとして、 ジョン・ウィクリフ、その弟子アン・フスらがいる。しかしフスは、職友上以外にも様々な教会批判を行った、結果、火破りにされてしまった。フスの場合、教会大分裂といって、教皇を自称する三人の人物が定立して、お互いに争っていた時期で、その中の一人、ヨハネス二十三世が、相手の教皇を倒すための戦費を募った、職友上をフスが批判したのだった。 まもなく、ヨハネス23世自身が公会議によって、異端とされて、すべての権威を否定されることになったのだが、クスはそのまま異端として取り扱われたのだった。この時代、教皇庁は、財政的な豊かさを背景に力を伸ばした。ローマ教皇は単なる教会の長、イン遁ン聖職者の長老ではなく、大国の領主というべき力を持っていた。その政治力と軍事力を誇ったのが、 ユリウス2世だった。ユリウス2世は、イタリアのルネサンスの強力な支援者でもあり、ミケランジェロを保護し、文芸にも力を注いだ。そのユリウス2世の後継者が、レオ10世である。レオ10世は、フィレンツェの富豪、メディチ家の次男である。その資金力を背景に13歳で、数奇教になり、ユリウス2世の後を継いで1513年に、 教皇位に就いた時はまだ38歳だった。レオは教皇位に就任するにあたり、現世の強落を謳歌すると宣言してみせたほどの法当家だった。そこらの王公よりも贅沢を好み、湯水のように金を使い、宴会、資料、戦争、賭博に明け暮れ、芸術の被護者として振る舞った。その結果、就任から2年で法王朝の財政が危機に陥ったとも言われている。 レオ10世は金策のため、ユリウス2世のやり方を真似した。レオ10世が売った聖職員は1年に2000件にも、及び、その売却額は、ドゥカーテン金貨50万枚にもなったと言われている。レオ10世が、ユリウス2世から引き継いだ、大事業が、聖ペートロ大聖堂の再建である。これは100年以上の構想の末に千5 0 6年に着工したものだった。レオ世は、 この工事の設計にラファエロを任命し大聖堂をさらに大きく豪壮なものへと設計変更を行わせた。資金の流れの観点で言うとこの建築費用を用立てたのはフッカー家である。この時代のフッカー家はドイツでの鉱山経営の飛躍的拡大によってレオ十世の出自であるメディチ家を凌駕する経済力を有していた。だからレオ十世も フッカー家に借金を申し込んだのである。セイピエトロ大聖堂は、この融資によって建設された。しかし、レオ十世には、この借金と利息の返済の当てはなかった。そこで、レオ十世は、職友情を売り、その収益を返済に当てることにした。当時ドイツの庶民の中には、なぜ教皇様はあれほどお金持ちなのに、自分のお金で大聖堂を建てないのだろうという者も、もいたという。 マインツ大聖堂マインツ大司教、アルブレヒトマインツ大司教位は、ドイツの聖職者の最高位であると同時に、7つしかない、選定公くらいの一つである。正解諸行為なので、世俗諸公と違ってそのくらいは世襲制ではない。そのためマインツ大司教位は、ドイツ諸公の家紋政策のためにはぜひ手に入れたい、地位だった。十五世紀の終わりには、ザクセン選定公を世襲するエルンツト家がその座を、 獲得した。同決着難のフリードリヒ3世がザクセン選定校となり、次男エルンスト2世がマクデブルク大司教、三男アダルベルト3世がマインツ大司教についた。ザクセン選定校下は7つの選定校くらいのうち2つ、占めることになり、映画を誇った。しかしアダルベルトは、わずか2年で若字にしてしまう。 さらに1513年にエルンスト2世も死んでしまうと、エルンスト2世が持っていたマクデブルク大司教くらいとハルバーシュタット司教位は、ブランデンブルク選定校くらいを持つホーエンツォレルン家の手に渡ってしまった。おまけに1514年に当時のマインツ大司教が死ぬと、マインツツォレルン家のものとなった。これによりホーエンツォレルン家が、 先く公いを二つ有することになった。この頃の法円ツォレルン家はどちらかといえば、信仰で長くドイツで大きな勢力を誇ってきたエルンスト家とは何かと対立する存在だった。その法円ツォレルン家にマインツ大司教の座を渡してしまったのは、ザクセン先抵公、健康フリードリヒ三世の無策が招いた失敗だったと評されている。このくらいについたのが、 公園ツォレルン家の次男アルブレヒトである。アルブレヒトは、ブランデンブルク選帝校、ヨアヒム一世の実の弟で、はじめのうちは、兄と共同で、ブランデンブルク返境伯領を治めていた。1513年に、マクデブルク大司教とハルバーシュタット司教を、兼任していた、ザクセンのエルンスト二世が死ぬと、アルブレヒトはその後継者として助任された。とってもアルブレヒトは、 神学者でも何でもなく、ホーエンツォレルン家が金と政治力で手に入れた職位だった。大司教委は、本当は30歳以上でなければ認められないのに、この時アルブレヒトはまだ23歳だった。翌1514年に、マインツ大司教ウリエルが死ぬと、ホーエンツォレルン家は、マインツ大司教委獲得に乗り出した。その結果アルブレヒトが、マインツ大司教、マクデブルク大司教、 ハルバーシュタット司教を兼任することになった。本来、教会法では、高位聖職者の兼任は禁止だし、年齢制限も満たしていない。が、然るべき金額を支払うならば、教皇レオ十世はそれを許可したのだった。しかし問題はその金額の高さだった。もともと司教や大司教は、任命された一年目の収入を、初収入税として、ローマ教皇に上納する義務があった。 ローマ教皇レオ十世は、アルブレヒトが複数の聖職くらい、それもドイツ最高のマインツ大使教諭を含めた3つの職位を兼任することを特別に許可する代償として、法外な専人保障料を納めるよう要求した。その額は、マインツ大使教諭に対して、金貨12,300枚、マグデブルク大使教諭に対して、金貨1,079枚だったとされている。これは、 大国の高級官僚の年収50年分とか、新生ローマ帝国の歳入に匹敵するほどの額だったとも言われている。しかしまだ若いアルブレヒトは、そのような資産は持っていなかったし、所要のマインツからその費用を徴収するのも無理だった。というのも、マインツ大司教は、ここのところ数代にわたって、短命なものが続いていて、頻繁に変わっており、その都度ローマへ、 初収入税を納めていたので、もはやさらなる支払いを捻出できるような状態ではなかった。そこでアルブレヒトはこれをまかなうためフッカー家から借金をすることになった。ヤコブ・フッカーアークスブルクのフッカー家は中世に発達した商業資本主義企業家の代表格である。元はドイツの毛織物業者だったのが、周辺で集めた織物をアルプスを越えて、 イタリアへ運んで売ることで財を成した。その資産できぬや、高辛料を買い付け、高値で売ることで事業を拡大し、やがて王侯君主に金を融資するまでになった。さらに行き詰まった銅山を買い取って大規模経営化し、15世紀末から16世紀になる頃にはメディチ家を上回る豪商となった。1500年にローマに銀行を設立したフッカー家は、 ローマ教会が全ヨーロッパでカス10分の1税の水悼を受け負うようになった。職友場の販売も取り仕切り、おさむ送金も引き受けた。フッカーと会計司教皇もマインツ大司教も、フッカー家に対する借金を返済するあてがなかった。フッカー家はこの両者を連結し、職友場販売を通じて、元金と利息を回収する仕組みを考案した。 このアイデアがもたらされたのは1515 15年3月だったとされている。実際に職友情をドイツ各地に売り歩くのはドミニコ修道会の役目である。これにはフッカー家の帳簿係が同行し売り上げの記録をつける。売り上げの一部は手数料としてドミニコ修道会の利益になる。残りはアルブレヒトの収入となる。この収入のうち半分は アルブレヒトの取り分となり、もう半分は、マインツ大司教の職友上販売を許可した強豪の取り分となる。ただし、アルブレヒトの取り分は、大司教助人時の上納金のための借金の返済のため、そのまま不可家へ渡る。強行レオ十世の取り分は、これもまた、不可家への借金返済のため、結局不可家へ渡る。これらの金の流れは、 帳簿上で行われるのであって、実際に金で一杯になった大金箱は、フッカー家の者が持っていくのである。こうして、名目は、聖ペテロ大聖堂の建築資金として発行された、職友上の売り上げは、最終的に、フッカー家の懐に収まった。ただしこの仕組みは秘密であり、後になって、フッカー家の帳簿から分かったのであって、 当時の人々でこれを知っているのは関係者に限られ、ザクセン選定校や、ルターも知らなかったことである。フリードリヒ3世当時のザクセン選定校、フリードリヒ3世は、この職友場に眉を潜め、ザクセン領内での職友場の販売を禁止した。ただし、ザクセン選定校が職友場の販売を禁じたのは、純粋な信仰上の理由というよりも、 領地の経済を思いっぱがってのことだった。もともとドイツの両方君主たちは、経済的にローマに搾取され、ドイツの富がイタリアへ流出しているとの不満があった。教会は、ドイツ諸公の支配を受けずに、ドイツの庶民に十分の一税を課すことができ、ドイツの民から集められた税や、職油上の売り上げはイタリアを潤していて、ドイツは、ローマの目牛と下げまれていた。これに加え、 安易な職有上の乱発は、巡礼者が訪れることで潤うザクセン経済を阻害する恐れがあった。ザクセン選定校は、ヨーロッパを代表する生物の収集家である。生物というものは、それを神に巡礼に行くことで、生物の著名度に応じた職有が得られることになっていた。そのため、フリードリヒ三世のコレクションを参拝するために、各地から巡礼者が集まってきており、 彼らが寮内で費やす金が、ザクセン選定校寮内の経済を潤していた。職友上はこれを損なうものだった。こうしたことからザクセン選定校は、職友上の販売を請け負っているドミニコ海修道士を、ザクセン寮から追放し、立ち入りを禁止した。そのため職友上売りは、ザクセン寮に入ることができず、 代わりにゼルプストやユータボングのようなザクセン料金棒で売り歩くことになった。ザクセン料民は食友情売りのところまで買い求めに行き、寮内に土産話を持ち帰ってきた。彼らが話す食友情売りの様子を聞いて奮撃した者がいた。それがザクセン選定工領の都であるビッテンベルクの大学の若い進学教授マルティンルターである。 ルターによる職友情批判は、教会組織や教皇にまで及び、ドイツの宗教改革に火がついた。テッツェルローマ教皇レオ10世が認可し、マインツ大司教アルブレヒトが職友情を発行し、その販売の実務を委託されるのが、タクハ発修道会である、ドミニコ修道会である。ドミニコ会の修道士たちは、職友情を売り裁くためならば、 進学の教理に反することも厭わなかった。彼らは都市や村へ教皇の代理として赴くと、その権威によって市長や教会に命令を行い、自分たちが職友情を売る間はすべての礼拝を停止させることができた。こうした売り手の筆頭格がヨハン・テッツェルである。民衆がルターに語ったところによると、テッツェルは馬車で町の広場に乗り付けると、 金を鳴らし赤い強行器と十字架を立ててきらびやかに現れ、驚くような説教をして、商売をしていた。さてお聞きなされ、神と聖ペテロがお前さん方を呼んでおられるのだ。お前さん方の霊魂や、亡くなった愛する人たちの霊魂の救いについて、とくと考えなさるがよい。司祭貴族、商人、娘さん、ご婦人、青年、お年寄り方よ。 聖ペテロの教会であるお前さん方の教会に、今、お入りなされ。お前さん方の前に立てられ、いつもお前さん方を熱心に求めておられる十字架に、参敬なされ、ヨハン・テッツェル、職友場販売の全工場、ルターの伝えるところによると、テッツェルの宣伝工場には次のような、驚くべき主張が含まれていた。一方、テッセル本人は、 このような発言をしたことを後に否定している。テッツェルに代表されるドミニコ修道会士の説明は明らかにカトリック教理における罪と罰、罰改会春の秘跡と職有の関係を逸脱しているものだった。テッツェルの振る舞いをよく思わない人も多かった。テッツェルは、ひどい悪徳のせいで神聖ローマ皇帝から死刑を命じられたことがあるとか、 たくさんの隠し子がいるとかといった噂話に代表されるように数多くの悪評、中傷が残されていて、ギガやアザケリシによって徹底的に貶められている。テッセェルがどのように職友情を売って歩いたかについての情報は、もっぱらルターによる批判の中で描かれている姿からしか伺い知ることはできない。しかし、テッセェルを大ボラ吹き、 市場の呼び込み人と罵倒していたルターも自分自身で実際に直接テッツェルの姿を見聞きしたわけではなく庶民からのまた聞きでしかなかった。こうした大道商人のようなテッツェルの行情はこの後起きる宗教改革とプロテスタントカトリックの対立の中でスケープゴートにされて大げさに足ざまに誇張されたものであり実際のところかなりの部分は不当で事実では ないだろうと考えられている。食友情を買う行列食友情の販売時には、鉄で補強された大きな箱が置かれており、そこには食友情の代金が明記されていた。金額は以下の通りである。現世の財場はすべて消えるとの謳い文句を真に受けて、ドイツの民衆は食友情に群がった。全体として男性は食友情に会議的だったが、 女性はそうではなかった。箱には、夫が反対しても、夫人は食油を購入することができると大きく書いてあり、女性たちは、気が狂ったように買い求めたという。1520年のルターの肖像。食油場を売る教皇という許しを与える、キリスト・アウグスティヌス修道会で進学を学んだ、マルティン・ルターは、食油場を買ったというビッテンベルクの庶民から、テッツェルの様子を聞き、 食友情販売に対する疑義を募らせた。テッツェルがビッテンベルクに近づいた1516年7月、ルターは食友情の有効性に疑問を呈する説教を始めた。しかし、これが大きな問題となったのは翌1517年秋のことである。通説では1517年の晩生説の前夜。 すなわち1517年10月31日夜中に、ルターは95箇条の論題をビッテンベルクの城に付属する教会の門扉に貼り出したとされている。それが史実であるかどうかは議論が分かれていて決着していないが、いずれにせよ95箇条の論題はその頃公表され、ルターの意図とは違った形でドイツ中に大きな反響を巻き起こしていった。この文書は、 ラテン語で書かれており、学者にしか読めないものだった。つまり、ルターには社会に向かって大々的に職友上を批判しようという意図はなかった。ルターは罪と罰の関係、職友の教義についてドミニコ修道会と学術討論を呼びかけたに過ぎないのであり、95課条の論題は討論会の開催案内に過ぎない文書だった。ルターの考えでは、 職友上は、教会が与える現世の罰を減免することはできても、罪そのものを払ったり、まだ国会してさえいない罪や神の最終審判にまで影響を及ぼすという説明は、職友の距離を逸脱しているものだった。ルターは、議論によって、これを確認しようとしただけだった。また、ルターはこの職友上の売り上げ金が、マインツ大司教やレオ10世の借金返済に、 当てられるとは全く知らなかったので、彼らも悪い部下に騙されていると考えていた。しかし、かねてからアウグスティヌス修道会と対立関係にあったドミニコ修道会は、これを重大な挑戦だと受け取って、騒ぎを大きくした。両修道会の喧嘩を面白がったドイツの人々が95カ条の論題をドイツ語に翻訳してばらまいたため、話は一気に、 ドイツ中に広まってしまった。当初は、教皇レオ10世でさえ、これを領修道会のくだらない喧嘩だとみなしていた。ところが、ドミニコ修道会の攻撃にさらされ、巧みな論法で誘導されたルターは、ライプツヒ討論の場で、うっかりイタンノフスを擁護するような発言をしてしまった。これにより、ルター自身もイタであるとの落印を押されることになった。その後ボルムス帝国議会を経て、 ルターは、ザクセン選帝校を筆頭とするドイツ諸公の被護下に置かれるようになった。これは、純然とした、新教上の問題というよりは、ドイツ支配を強化しようとするハプスブルク家の神聖ローマ皇帝カール5世と、それに対抗するドイツ諸公の政治的争いだった。カール5世は、ローマ教皇とも対立しており、また、フランスやトルコとの戦争遂行に、 ドイツの協力を必要としていたために長い間宗教問題でドイツ諸行に対して強硬な立場を取れなかった。その間に宗教改革の動きはドイツへ拡大していった。ありがとうございます。